はいどうも皆さんこんにちは、ブニブニです。本日は11月27日日曜日に東京競馬場で行われます G1 ジャパンカップにあたりましてですね、主に走法の観点から面白いんじゃないかなと思う穴馬を合計3頭紹介していこうと思います。まず穴馬の紹介の前にどういった基準で穴馬を選んだかについてお話しします。でまず今回のメンバー構成を見ると先行馬が手薄な印象です。また有力馬のうちダノンベルーガはダービーで1を取りに行って結果が出ませんでしたし、ベラーズールは折り合いに不安があって、でユーバーレーベンはそもそも1が取れないというところで、有力馬はシャフリアール以外は後ろから運びそうというところで、展開的にも先行馬は恵まれるんじゃないかなと考えました。またこちらはオモババで開催された2019年を除いた過去5年のジャパンカップにて3着以内に入った15頭の位置取りと上がりタイムを示したものなんですけど、やはり好位が取れる馬が構想しているなと感じるのと、上がり3ハロンのタイムに着目すると、昨年の勝ち馬コントレール以外は皆34秒から35秒台で上がってきております。というところでジャパンカップはスローからの上がり勝負ではなく、道中もある程度ペースが流れての消耗戦になる傾向があって、本質的な 2400m 適性が求められるレースなんじゃないかなと考えました。以上のことより今回は1が取れて 2400m をしっかりこなせる、こういった馬を狙おうと考えて穴馬を選びました。それではこれから穴馬を3頭紹介していきます。まず紹介する穴馬の1頭目が空手でございます。今回の鞍上は菅原明騎手でございます。空手前走は天皇賞秋に出走して6着でした。でこのレースしっかり折り合っていたんで、やはり 2000m でもやれそうだなぁと感じました。また2番手以降はスローで流れた中で、最後はやや切れ負けした印象のレースだったんですけれども、これは同じ辻の厩舎の奇跡の2020年の天皇賞秋と似た負け方かなと思うんで、そういったところからも今回 2400m に距離が伸びるのはちょっと面白いのかなと思いました。この馬は非常に大きなフットワークでゆったりと走るところ、またちょっと固めの足さばきをするところが奇跡と似た走りで、まあ、引き続き折り合えれば、まあ、奇跡のような感じで 2400m は合いそうな走りだなと感じます。またピッチの上がりがスムーズでない分、長く足を使える馬なんで、今回想定した長い直線コースでの持続力勝負というのもこの馬に合ってると考えています。ただ片足さばきをする馬なんで、上がりがかかっても後方からの末足比べだと分が悪いかなと思うんで、今回は前目の位置取りを取ってほしいところではあります。ただそういった先行競馬ってのは空手をほとんど経験したことがないんで、ここでいきなり先行させられるか怪しいっていうのは不安な部分です。あともう解消されているかもしれないんですけれども、もともとは爪に不安のあった馬なんで、両馬場の方がこの馬にはいいかなと思います。ということで空手についてのまとめとしては、両馬場で先行できれば面白いと考えております。押したい穴馬の2頭目がユニコーンライオンでございます。撮影段階では鞍上がまだ決まってませんでした。でユニコーンライオン前走は福島記念に出走して見事1着でした。矢作先生が本当に嬉しいとコメントされていたのが印象的な、個人的に胸を打たれた素晴らしい逃げだったと思います。ただもちろん今回は福島記念よりも強力なメンバーが集まってますし、また中一周というタイトな臨戦過程ですから、自力と状態が問われる局面だとは思います。この馬の走りですが、前走を見ていて少し驚いたところがありました。で首が高めでストライドはまあ大きくもなく小さくもなくっていうのはまあ相変わらずだったんですけれども、福島記念では足の回転がそれまでに比べてよりゆったりになってました。もともと足の回転はどちらかというと速い部類なんですけれども、福島記念では北三ブラックなんかと同じくらいの足の回転の遅さでした。でそこで福島記念とストリーゼントで何か変わったところがないかなって調べたところ、福島記念では久々にブリンカーを着用してました。でまあブリンカーと足の回転が関係あるかは正直わからないんですけれども、偶然ではなくそういった変化が影響した可能性はあるかなと、見ております。それで今回も前走の走りを見せてくれると仮定した場合、まあ、北三ブラックと並ぶくらいゆったりとした完歩で走れること、ストライドも小さくはないこと、そして首が高くどちらかというとパワータイプなんですけれども、パワーに寄り切ってるわけではないバランスのいい走りをすること、こういったことを考えると東京 2400m にも適性はあるのかなと思ってます。そして仮に適性があるとした場合、この馬は昨年の宝塚記念で2着ができるような自力の高い馬ですし、昨年にジャパンカップ出走していたらこんな人気では買えなかったと思うんで、ここは前走を経て完全復活してくれていることに期待して2番目の穴馬として取り上げました。
で、押したい穴馬の最後、私が一番押したい穴馬が帝王ロイヤルでございます。今回の鞍上は菱田裕二騎手でございます。帝王ロイヤル前走はアルゼンチン共和国杯に出走して6着でした。トップハンデの 57.5 キロを背負っていたこと、また直線で不利を被ってしまったこと、そして後でも触れるんですけど、この馬としては珍しくレース前のテンションが高かったこと、こういったことが影響したかなと考えてて、今回は見直し可能だと見ております。で、この馬の走りの特徴としては何といってもストライドがかなり大きく伸びることと、すがる飛びをするところだと思います。ただこの馬がすごいなと思うのが、足の回転も遅くはない、むしろ速い部類であるっていうところです。で、この馬は首を綺麗に、そして大きくって使えることもあって、本当にそのスピードの絶対値とその持続力ってのが強烈な馬だなと考えております。そして私が今回狙いたいのが、好位が取れてしっかり 2400m をこなせる馬というところで、帝王ロイヤルはそのキャラクターにぴったりハマるんで、ノートの記事では唯一の最高評価にしました。で、帝王ロイヤルに関しては逆に2400m が短い可能性があると思います。ただ私としてはもちろんストライドの大きさを考えるとステイヤーっていうのは間違いないと思うんですけれども、足の回転も中距離馬で、まあ、よく見かけるくらいの速さなんで、私個人としては 2400m という距離は不安はないと見ております。ただ冒頭で申しました前走テンションが高かったという点は心配でございます。こちらは某テレビ番組で細江純子さんが話されていたんですけれども、この馬はオールカマーが春の天皇賞と同じ馬体重で、前走はそこからのマイナス体重でありました。そういったところで気持ちが追い込まれていたのかなと考えております。なので今回は馬体重を戻すなりして平常心で出走できるかというところが、注目になってくると思います。ただ私としては久しぶりにこういった本格化の中長距離馬っていうのが現れたと感じていて、この馬には今後もっと飛躍してこの路線を引っ張っていってほしいと考えているんで、ここで一番押したい穴馬として取り上げました。以上でジャパンカップで双方の観点から面白いんじゃないかなと思う穴馬の紹介動画を終わります。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。